皆さんこんにちは、エボンシーライダーでございます。いつもご視聴していただきありがとうございます。今回はハイハットです。16インチのハイハットというかシンバルが随分揃ってきたので、ちょっとレビューをしてみたいと思って、でそれではまずはシンバルの方を先にご紹介したいと思います。レアなシンバルが手に入ったので、それも含めてです。まずはこの、パイステのですね、サウンドエッジ14インチですね。これは私がまあ普通に使ってるシンバルなんですけど、もう、かれこれ30年ぐらい使ってると思います。でこれがですね、セビアンの、テリー・ポジオが多分プロデュースしたと思われるシンバルなんですけど、これ私セビアンほとんど使わないので、ちょっとあんまりよくわからない、今売ってないのかな、これちょっとわかんないですけど、これがまず手に入りました。そして、向こうはこれはパイステのですね、PST7 という、これ私結構気に入ってるんですけど、2002と同じような音が出ます。安いのに随分音質がいいです。これはですね、ジルジャンですね。A ジルのクラッシュライド。随分古いやつです。随分古いんですけど、以前の動画で、まあ、その、周りだけこう磨こうという動画を作ったんですけど、まあ、それに登場したシンバルです。で、今回ですね、このシンバルと、そしてこのシンバル、これすごいです。何がすごいかというと、実はこれがボトム側なんですけど、1969年製造と思われます。こちらも同じく1969年製造ということは、もう50年以上前のシンバルなんですけど、これボトム側なんと重さが 1.95 キロもあるんです。とんでもない 1.9、 約 2キロなんですけど、2キロってなるともう20インチのライドシンバルと同じぐらいですね。こっちが 1.75 キロ、 200グラム軽いんですけど、これは何のシンバルかは分かりません。おそらく合わせシンバルか、まあハイハットなのかな。これちょっといきさつをお話ししますと、ある小学校にその1969年に導入されたと思われるシンバルです。それではサウンドチェックをしていきたいと思います。この 1.95 キロのめちゃくちゃ重いボトムを基準に、このセビアン、あとはパイステ、ジル、これを、まあ、要はその、上の方のシンバルをですね、いろいろこう混ぜ合わせてやってみたいと思います。それではサウンドチェックです。